こんにちは、はるかです。でね、そう、この前大須に着物のショッピングを行ったんですけど、でそこでなんかいろいろね、同行ショッピング同行しながら、こういうの似合うとか、着物を羽織ってみたり、帯と合わせてみたりとか、小物と合わせてみたりとかしながらショッピングしてるんですけど、その着物を買いたい着物はいつ着たいから買うのかとかいうことを私まず聞くんですね。どんなシチュエーションで着たいかとか、いつっていうのは、まあ、季節ってこと聞くんですけど、なんかそれによってやっぱどの着物を選ぶかっていうのも変わってくるので、でやっぱり初めの時って、全然知らない着物のこと、全然知らない時って、私もそうだったんだけど、なんかとにかく着物欲しいって思うんだよね。私も本当すごいそうだったんだけど、一番初めに着物買いに行った時に、なんかどんな着物欲しいですかって言われても、なんか全然よく分かんなくて、なんかいつ着ますかって言われても、いやなんか特に予定はないんですけど、なんか着たいなって思うんです、みたいな、なんかその曖昧な答えで、今考えればそう言われても困るだろうなって思うんだけど、そうそう、でもな、そういうことを思い出して、で着物もね、洋服と同じように当たり前なんだけど、季節っていうか、どんな時期に着るっていうのが一応あるんですよね。なんかそういう話を私あんましたことないなと思って、なんか今日そういう衣替えっていうか、着物の季節の話してみようかなと思ってライブ配信始めてみました。そう、それで着物も洋服と同じように季節があって、洋服がなんか夏服とか冬服とかあるみたいに、着物にもそれぞれあります。で、ね、大きく分けて、まあ、春夏秋冬って季節があるんだけど、着物で言うと大きく分けると3つの季節というか、分けて着てます。で春秋、1個が春秋、春秋の着物が1つで、夏の着物がもう1つ、そして冬の着物っていう3パターンの着物が大きく分けてあります。まあ、厳密に春と秋も分ける人もいるかもしれないけど、まあ、そこは一応大きく分けて一緒くたにしておきます。春秋で1つ、夏で1つ、冬で1つ、1つっていうか分けて、3つの着物のシーズンがあります。で、まあ一応基本、今から話すのは基本の話なんですけど、基本で言うと、じゃあその春とか夏とか冬とかっていつって言われると、なんかそういう講座とかね、教室とかで最初に本とかかな、載ってる最初に教えられる、まあ、基本の基本としては、春秋の着物っていうのは、春が6月って言われてて、秋が9月って言われています、着物の世界では。まあ、現状の最近の気候はちょっとさておきね、6月と9月が春秋の着物で、夏が7、8が夏、着物の中では夏って言われてます、着物の世界では。で冬が残りの10月から5月までが冬、着物の季節では冬っていう風に言われております。そうだけど、まあ実際に最近暑いしね、ものすごく暑いので、もうこれの通りに着てる人はもうほとんどいないと思います。ほぼほぼいないと思います。やっぱ暑い時期がもうすごく長くなってるっていうイメージかな。だからまず真夏が一番暑い時期、7、8が夏の着物って言われてるけど、全然もう6月ぐらいから夏の着物着てる人から、6、7、8、9月の頭とか中旬ぐらいまでは夏
かなって感じです。で春も6月って言われてるけど、もう今で言うとどうだろう、4月の終わりぐらいかな、かな、4月の終わりから5月、まあ、その日のね、あの気温とかにもよるけど5月6月頭とかぐらいまでかなって感じだし、秋も9月って言われてるけど9月の終わりとか10月ぐらいから11月、私は11月ぐらいまでなんか来てるかな、まあ、その日によりだけどっていう感じで来てます。なので実質冬が12月11月の終わりからか、11、12、1、2、3、4月の途中ぐらいまで半年ぐらいなんじゃないかなっていう感じですね。でも一番冬の着物が着る機会、そういう意味では長いかな、そうっていう感じ。これが着物の季節ですね。でじゃあ実際どう違うのっていう、なんか着物ってなんか洋服だったら長袖半袖とかそういうのがあってパッと見で分かりやすいかもしれないけど、着物って見た目そんな、ね、布がなくなったりするわけじゃないから、半袖になったりノースリーブになったりするわけじゃないから、夏の着物と春秋の着物と冬の着物で何が違うのって思うかもしれないんですけど、パッと見ではわからない、そこのちょっとした違いもちょっと簡単に説明します。で一番なんかオーソドックスな冬の着物っていうのが、一応ね合わせの着物って言われてます。合わせの着物よく普通に見かけるっていうのかな、普通の着物って言ったらなんか合わせの着物がイメージっていうかある着物になるんじゃないかなと思います。ちょっとね、パッてこう出して、こう無地の着物なんだけど、こうやってこれが表ね、表の着物地があると、一言で言うと裏地がついてますっていうこと。裏地、表があって裏ついてる、これが冬の着物、合わせの着物って言います。裏地のついてる着物っていう感じ。あとは結構生地が厚かったりするものもあるかもしれない、合わせの着物です。でその次に春秋に着る着物は、この合わせの着物がは裏ついてるんだけど、春秋の着物は裏地がついてない、この表地が1枚だけっていう、表地が1枚だけになったもの、一重っていうんですけど、一重の着物が春秋の着物です。裏地ついてるついてないの違い、が、春秋の着物と冬の着物の違いです。これは結構簡単かな、裏パッて見て裏地ついてるとかついてないとかって言って見たらすぐ分かるのでの着物です。で次に夏の着物なんですけど、夏の着物は、春秋の一重の着物が裏地ついてないって言ったんですけど、それよりもさらに薄いっていうのかな、なんか私はよく透けてるっていう、言うんですけど、透けてるような生地というか織り方をしている着物です。ロとか代表的なのがロとかの、これがねちょうどロの夏の着物なんだけど、見えるかな、ちょっとこういう感じのちょっと透け感がある、間がね少し筋みたいになってて透けて見えるような雰囲気の生地とか織りをされている素材でできている着物が夏の着物です。この3パターンかな。夏の着物も、見たらすぐ分かるっちゃ分かるんだけど、裏地がついてなくて透け感があるっていうところかな、あとは浴衣着るとかね、という
違いがあります。見た目の違いはそこかな。合わせは裏地がついている。冬の着物合わせは裏地がついている。で、春秋の着物一重は裏地がついていない。で、夏の着物はさらに裏地がついてなくて透け感がある生地だったり織り方をされているっていう違いがあります。うんうん。だからなんかどういう着物、なんか一言着物欲しいって思ってたとしても、いつ着るかっていうのを考えて買うといいかな。でもまあ一番初めに別になんか特に着る予定はないけど着物欲しいって言うんだったら、まあ合わせの着物だと一応半年ぐらい、冬の間半年ぐらい着れるから着る機会は多いと思います。だからまず1枚目合わせ着る、合わせを買うっていうのでもいいと思います。か、まあ、なんかすごい暑がりだから一重の着物がいいって人もいたなそういうのはあのお好みでやってもらえたらいいんじゃないかな。あともう真冬はもう寒くて着物着ないよとかね、なんかあの季節のいい時にしか着物は着ませんみたいな人は一重の着物でもいいかも。暑くもなく寒くもなくっていうこの春秋しか着物着ない人もいるかもしれないからね、そういう人は一重の着物だけでもいいかもしれない。そうそう。それであと、いや、そうそう、一応なんかそうやって季節一重とか合わせとかで分かれてるんだけど、まあ、柄ね、柄によってあの特に春と秋の着物、春秋の着物は兼用ではあるんだけど、柄で春だったり秋だったりを表してるものとかもあるので、もうねもうそういうのはもう見た目でもすぐ分かるかもしれない。なんかさ、桜はちょっと桜とかか、桜だったりとかだったらまあ春、秋をもみじの柄とかかな、そういうので秋っぽいみたいなのは秋に来た方がいいとかは一応あります。でも本当になんか好みではあるけど、あの春っぽい色を、難しいけどピンクとかかな、だったら春がいいとか、結構ダークな感じのアースカラー系だったら、まあ、秋の方が合うとかは一応言われてるけど、まあそこも結構好みだったりはするからあの自分の中で私は今日はこの色の着物が着たい、この柄の着物が着たいっていうので着てるんだったら、私はまあ最終的にいいかなって思ってますなんか今もいろいろ言ってきたけど、季節の話とかもしてきたけど、なんかまあ知った上で、知った上で今日私はこれ着ますっていうのなんかできたらいいよね。よくなんか着物警察に会ってどうのこうのとか、なんか SNS でたまに見るけど、どうなんだろうね。私は着物警察に会ったことないけど、そうやってもし言われるようなことがあれば、まあ基本はそうかもしれないですけど、それは知ってますけど、私はこれが着たくて着てますって言えればっていうか、まあそうやって着てるんだったらね、全然いいかなと思うので、うん、まあ何でもいいとは言いつつ、基本を知ってると別にそういう時にもえってならないから、私は基本は知っとくのはいいんじゃないかなと思ってます。でもファッションだから、そこからのアレンジは好きなように全然していってもいいと思います。なんかまあその正式な場に行く時じゃなければ、普段のおしゃれ着としてファッションとしてね着るっていうのであれば全然いいと思うので、冬でも暑かったら一重の着物着ればいいしとかね、
そういうのは全然自分で、その日の体感なんてもう全然人それぞれだから、その日の気温と自分の体調と今日着たい着物とっていうのと相談して決めたらいいんじゃないかな、うん、と思います。私もめちゃくちゃ失敗したことあるから、暑い日にでももう合わせの着物着ないと変かなとか思って合わせの着物着て、もう死にそうになるぐらい暑い、早く脱ぎたいってなったこととかあるしまあ難しいよね。基本着物って本当にあったかいから、もう真冬でもなんか全然そんなもうめちゃくちゃ寒いって思うことは私はほとんどないから、この首とか出てるところとかは寒いから、そこはなんか巻いたりとか手袋したりとかしちゃえばいいからね。そうじゃなかったら本当にあったかいからね、結構長い間一息てれる気がする私は一重大好きだから一重いっぱい持ってるとか、なんかそういう好みも始めてみるといっぱい出てくると思います。あ、そうそう、昼に出かけるか夜に出かけるかとかでも変えてみてもいいかもね。そう、やっぱ昼はまだあったかい日とかも多いから、昼お出かけする 今ぐらいね、昼お出かけするんだったら、まあ、一人でいいかなって日もまだ全然あると思うとか、でも夜のお出かけだったら結構最近夜寒いもんね、だったらもう全然合わせでもいいかもしれないとか、うんうん、全然そんな感じでその日の本当天候と自分の体調と体感に体感でいろいろ楽しめたらいいよね。今日は着物の季節のお話と衣替えのお話をちょっとしてみました。プチ講座的な感じで初めての試みもしよかったらまた聞いてください。あ、見てくださった方ありがとうございました。またねー。